い、どうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日のバイオリン道場は鈴木メソードのバイオリン教本第4巻の3番ザイツのコンチェルト、第5番の第3楽章ロンドの3本目最終の動画になります。これが最後の動画ということですね。通しで演奏している動画はこの動画の一番最後に、載せてありますので、もしよかったらそこまでご覧いただければ嬉しいです。ではやっていきましょう。非常に難しいパッセージが続きます。まあね、この前回の動画でもこれ難しかったですけど、次は重音が出てきます。ここはまだ難しくないかもしれませんが、やっぱりこう弾くときには普通の冷線を押さえるよりは少し肘を中に入れてアーセンに指が触らないようにするというのが大事です。決して指だけでこう伸ばして冷線を取らないこと、これが非常に重要です。まあ、こういうことになりますが、こういう弾き方、ここは時間取っていいですね。こうやる必要はないと思います。ここからが難しいですね。これですね。これを押さえたまま、この1のこれを押さえたままどう押さえます？こういう指ですね。こう押さえるのは簡単ですけど、こう押さえるのが難しいですね。もしこっちだったらもっと難しい。指はかなりこっち側に倒して弾くことになります。そしてこのドを押さえたままラを押さえます。こうです。ちょっと体勢が引きつくて思っておかしくなっちゃいましたけど、こういうことになります。分けてやると、これを合わせると、同じく、次これは1だけ動かします。ここだけ、ここで、ですね。ここで離します。この2小節はすごく簡単。っていうのをアーセンにかからないように指が、それを気にするだけです。で、少し休息があってまた難しいところ、で、ここまではさっきと同じ難しいところですね。で、最後だけちょっとまた違う、難しいんですね。これ、
しい。この装飾音符それって装飾音符ですけど、ドハンパンパランタ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 ンで、ここはあんまりその、揺らしたくないところなんですね。ドファファファララソソシラとかやりたくないので、ドランパンパランパンランパ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 ンといくところに、どこにそのこれを入れるか、それはもう前に入れるしかないですね。ドファファファララソソシラソファミ、こういうことになる。まあ、こういう重音のところっていうのは、まあ正直ご自身で練習しながらどうやって左手を工面すれば楽に取れるそうかということを探し続けるしかないと思っています。こういうふうに練習したらうまくいくよとか、そういうことではなくて、肘の角度とか指の押さえ方とかをどうしたら無理なくいけるかな。で、多くの方がなんか頑張って練習してなんとか音程をはめに行こうとするんですね。だけどその過程で練習するのはもちろん絶対必要なんですけど、練習する過程でなんかもうってなって、もう無理にでもなんとかみたいな感じで力を入れてなんか取ったりしちゃうんですね。そうすると再現性がなくなるんですね。次に弾いてもまた取れるかということが必要ですので、こういう音とかは僕の場合はかなり親指も向こうに倒して、かなりこっちに 寝かせてってやると簡単に取れます。でもこの状態では非常に取りにくい。このぐらいにして、こういう風に楽器も親指の根元の方で預けてしまって、これではもう戻ってるんです。でもこれの時はかなり肘も入ってっていうように工夫が必要です。その工夫をするっていう練習をすると結構簡単にと言いますか、思ったより楽に取れるようになるんではないかと思います。まあ僕自身もね、こう音程そんなに良いと思ってませんが、まあそれがうまく簡単にやるやり方を見つけたら、あとはその微調整として音程を取っていくということが必要なんです。まあ、なので今日はそれを僕はしてないので、やっぱり僕のねレベルだと少し外れてる音もあるよねってことになります。はい、ではまあ一緒です。メノモスとアフタクトからだけリタルなと、ね、ワン、ツこれピオモスなので、そこから速くなります。ここからで速くする時のポイントは必ず2個目の音符を早く入るということです。そしてそこから先は変えません。よく間違えるのはこういう風に入ってしまうことです。これはテンポが崩れてしまっています。なのでダラッパラッタカ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 タラカタ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 カ、少しだけ必ずあります。という風になります。で、これをもうちょっと滑らかにすると分かんなくなります。こういう体の使い方です。
ちょっとリットしちゃいましたけど、リットするのは良くないので、と弾き切って終わるということになります。ですのでここで戻すのは大事という動きです。こういう動きではないではなくという動きです。これをリットなしでいきますよ。ということになります。では最後にですね、僕が全部通して弾いてるやつ載せておきますので見ていただければと思います。ではその前に、LINE のねことを話ししますけど、公式 LINE やっていて、メンバーシップ、500円かかりますけども、演奏会の裏側情報だったり、哲学的な部分だったり、音楽とどう向き合うのか、何を考えて普段練習しているのか、そういったこう広くね全ての皆さんにお見せするのはちょっとはばかられるような内容は LINE のメンバーシップで配信しておりますので、もしご興味ある方いらっしゃったらぜひ覗いてみていただければと思います。普通の LINE の公式アカウントもですね、ただでもちろん登録していただけますので、いろんな情報を配信してますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。では、この動画がね少しでも皆さんのお役に立てていればと思います。最後に演奏動画ありますのでぜひ見てください。では最後までありがとうございました。さよなら。どうぞ。